皆さんこんにちは、こんばんは。体思想加工の知性です。今日はですね、月経についてお話をしていきたいと思います。月経というのは、まあ生理が始まるということなんですが、体の変化としてはですね、骨盤が開いて落ちるということが月経の最中に起きるんですね。で、締まって上がるということで月経が終わっていく。例えば、まあ、骨盤が開く締まるというのはですね、開くと足の小指側に力が集まる、重心が外側に行くと骨盤が開いている状態、そして締まるというのは内側に、力が集まってくる。上がるというのは親指側に力が集まりますし、下がるというのはかかと側に力がある。月経中の女性はですから、こう開いて落ちる形になってくるので、後ろから見るとね、足が短く見えるというふうには言われています。そういうのも観察していくと体の動きが、見取れるんですけども、骨盤がですね開いて落ちる、これがまあ最初なんですが、最初にですね上部生殖腺っていう、こう例えば胸が張ったりとか、そういうところの変動が起きて、そして今度下部生殖腺に移ると月経が始まっていくという動きになります。まあ、例えば生理中に、よく生理前にね、こうイライラしてしまうっていうのは、ジャンプするときに一度こうしゃがんでバンとこう飛びますよね。あれと同じように開く前にギュッと一回閉まるんですね。そうするときイライラキリキリキリしてくるという、そういう現象になってくる。まあ、そういうような時にどうすればいいかっていうようなことも生体の中では伝えられていますが、基本的にですね4日間で月経というのは終わるんですね。開いて落ちる、そして一番こう出血するのが2日目というふうに言われていますが、3日目に今度締まって上がっていって、4日目に終わるという形になるんですけど、この運動が詰まると生理痛になっていくんですね。今の時代は目を使う、頭を使うことが多いので、どうしてもこう頭に気が集まってですね、骨盤に気が降りていかないんですね。そうすると骨盤の運動が起きないっていうことで、生理痛になってしまう人がたくさんいます。で、生理中に注意することっていうのはいくつかあるんですが、一つはですね、髪を洗わないということです。頭を触ってくると骨盤が乱れてくるので頭を触らない。それから歯の治療をしない、美容室に行かないっていうことですね。まあ美容室なんか髪切ったりとかしますから、頭をいじられてしまう。そうすると今度生理が乱れてくるんですね。そして頭を休める。生理の 2,3 日前、生理中にやることっていうのはですね、生理の 2,3 日前にまずこの首の真ん中を温めます。この真ん中を温めることで、まあ、感情をこう落ち着けることができるんですね。そして、生理っていうのはですね、まあ、4日で終わるのが目標なんですが、1日目は目のオンシップをする、そして足湯をする。これ大事です。目のオンシップというのは神経系、目というのは神経系突出する脳と言われてますから、目を休めることによって頭の緊張が取れてきて骨盤に焦点が移動しやすくなる。それから足湯、これはもう足を温めることが冷えの対策にもなりますし、体全体の動きが良くなってくるので、それが1日目にやることですね。で、2日目はですね、やはり朝足湯をします。朝起きて足湯をする。そして夜は鼻柱のオンシップ、この鼻ってよく生殖器って言われますけれども、鼻を温めることによって骨盤の動きが良くなってくる。3日目はですね、尾骨を温めます。だいたい生理の時に、一番きつくなるっていうのは、開いて落ちるというこの3日目の時に、この落ちるのを頭が緊張しすぎるとこう止めてしまうんですね。で、それを尾骨を温めることによってスムーズに落として開くということになっていきます。アキレス腱を緩める。アキレス腱っていうのはやはり頭の系統なんですね。こう背伸びをして、つま先立ちになってくると背伸びをするとアキレス腱が緊張してきますけど、頭をずっと使ってるとアキレス腱が緊張してしまうんですね。ですからアキレス腱を緩める、そして尾骨を緩めるということをすると気が落ち着いてきます。尾骨のオンシップというのは、精神的にキリキリってするときに尾骨を温めるとふっと落ち着いてきますので、ぜひそれをやってみてください。で、4日目は卵巣凝気といって、この卵巣部に手を当ててずっと気を通すんですね。そうすると残血が出ると言われています。四角い部屋を丸く掃除しているのをですね、隅のほこりを取るようなことが卵巣に手当てをすることで取れてくるので、ぜひやってみてください。副
復習すると、生理の 2,3 日前はこの首の真ん中を温める。そして、生理中は目の1日目ですね、目のオンシップ、それから足湯をする、2日目の朝はやはり足湯をして、夜はこの鼻っ柱を温めます。そして、3日目はですね、出血を完全に全うして、こう元の状態にこう折り返すためにも、尾骨を温め、そしてアキレス腱を温めるということをします。もうほとんどそこまでいくとですね、スムーズに生理が終わって、最後にこの卵巣に気を通す、そうすると始末をするという風になってきますので、ぜひやってみてください。私は関西大学で半年間授業を持っていて、その時に、半年間ですから、この月経の過ごし方っていうのを女学生に教えたんですね。その時に、まあ男子生徒も結構妹に教えてあげますとか、彼女に教えてあげますと言って、結構男子生徒も意外に興味を持っていたんですけど、まあ女子生徒にはこれやってねって言ってみんなに伝えた。何ヶ月後か のアンケート、まあ毎回講座が終わると感想をもらうんですけど、先生の言う通りやると生理痛がなくなりましたっていう学生が 4,5 人いたんですね。なのでですね、ぜひ生理がきついなっていう人はこの過ごし方をやってみてください。やはり薬を飲んでも効かなくなる。そして今の時代ね、ピルを飲んで生理の回数を減らそうっていうふうになっていますが、やはり不自然なので、生理は体の大掃除だと思ってやってみるといいと思います。月経というのはですね、逃げると追いかけてくるんです。ところが自ら迎え入れると味方になるんですね。なので生理がきついきついって言って薬を飲んだりとか寝たりすることもあるでしょうけど、自分から迎えに行く、足湯をしたり目のおしっぽをしたり、ですから生理中は頭を使わない、頭をいじらない、もう本当にシャンプーもやめる。そうやってですね、生理を全うすると、生理が味方になって排泄が気持ちよくなるんですね。そうすると体がどんどん元気になってきます。なぜ女性が男性よりも寿命長いかっていうのは、生理がある。そしてその生理で体の中の大掃除をしている。男にはそういう機能がないんで、女の人はですね、特権だと思って生理から逃げないで、生理を迎え入れて自ら活用するようにされるといいと思いますので、ぜひやってみてください。それでは今日はこの辺で失礼します。一人一人の体が変われば日本が変わる。日本人大学。